ミロバン・ライエバツは、セルビア出身のサッカー選手、サッカー指導者である。ズラティボル軍、チャイエティナに生まれたライエバツは、ディフェンダーとして、ボラツチャチャク、レッドスター・ベオグラード、ボイボディナ、ルンドビー・ケイ、ニューヨーク・アローズ、スロボダ・ウジツェでプレーした。ライエバツは、母国セルビアにて、スロボダ・ウジツェ、レッドスター・ベオグラード、 ボイボディナ、ボラツチャチャクを含む複数のクラブの監督を務めた。ライエバツは2008年8月にガーナ代表の監督に就任した。アフリカネーションズカップ2010で彼はガーナを決勝へと導いたが、エジプトに1 0で敗れた。その後の2010フィーファワールドカップでは、ガーナは準々決勝にまで進み、最終的にウルグアイとの試合において、 PK 戦に4から2で敗れた。ライエバツは2010年9月8日にガーナを去り、その翌日にサウジアラビアのクラブ、アルアハリの監督に就任した。2011年2月にサウジのクラブを離れ、カタール代表監督の職に就いた。ホームで行われたインドとの親善試合と、アウェーで行われたベトナムとの 2014FIFA。 ワールドカップ予選で期待外れの敗北を喫した後、2011年8月7日に彼は解任された。2011年9月、ライエバツは同胞のゾラン・フィリポビッチ、コロンビア人、フランシスコ・マトラナ、アメリカ人、ボブ・ブラッドリーと並んで、エジプト代表の新監督候補者、リスト4名に入った。ライエバツは、ブラッドリーと共に、 最後の二人にまで残ったが、最終的にはブラッドリーが監督となった。2017年4月、タイ代表監督に就任。2019年1月6日、AFC アジアカップ2019のインド戦に一の4で敗れたことで、大会中に解任された。ありがとうございます。